ああ、火事になるよ、二人とも燃えてるし。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで早速マンション見てこう。なんかマークいっぱいあったね。でも友達マーク、あー燃えてる、ミネットさんが燃えている。待って、みんな喧嘩もしかして。いや、マナリさんは違うね、平凡。ふみこさんが燃えてる。ええ、ふみこさんとミネットさんってこと、もしかして。え、マジで、ここも平和。あ、二組喧嘩しとんかな。ハートマークある。友達マーク多すぎん、びっくりなんやけど。はい、じゃあとりあえずリミちゃん入ります。え、どうなのどうなの、リミちゃん新しい恋ですか。手伝い。おー、まさかの。誰誰誰、相手。実は私、最も白蓮も好きなんです。うんうんうん。あれ、待って、白蓮さん相手おったよね。え、ゴッドさんはどうやった、おったっけ。え、待って、ええー、どうなんやっけ、ちょっとわからない。ゴッドさん行こう。どんな感じで告白したらいいですか。かわいく。告白する場所はどこがいいでしょうか。場所は、浜辺。お呼び出ししよう。着替えた方がいいですかね。いや、そのままの格好でめっちゃ可愛いけん大丈夫。まあ、ちょっと秋っぽいかもしれんけど。あ、でも半袖か。じゃあ全然大丈夫やね。よし。さあ、ゴッドさんは来てくれるのか。あ、来た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 。よかった。ちゃんと本人来たね。ゴッドさんどうやったんやろ、相手ね、おったような気もするし、おらんかったような気もするんよね。付き合ってほしいな。どうなりますか。ごめんなさい。ダメだった。ゴッドさん相手おったんかな。ちょ、見に行ってみよう。あーち。落ち込んでしまった。リベンジはリベンジしない？残念な結果に終わってしまったけど、せっかくのリミちゃんの新しい恋やったのにね。あー、リベンジなしか。なるほどね。ちょ、待って。超大好物、大好物はないのね。チョコレートパフェでも食べて元気出して。いただきます。まあまあ美味しかった。よかったよかった。てか結構な量あるけど、いつもみんなさらっと食べるよね。あっという間に平らげるよね。素晴らしいわ。ほい、そして。あ、ここも喧嘩なのか。あ、3組喧嘩してるってこと？めっちゃやん。どんだけ？じゃあとりあえず喧嘩してない方先に行こう。ゆうとさん入ります。おかげでしゃっくりが止まりました。あ、よかったよかった。別れたいとかじゃないよね。あ、で、アダムスさんついてなかった？気のせいかな。もう、アダムスと別れたいんです。あー、来たー！やめてー！やめてください。考え直そう、とりあえず。もう一度、話し合ってきます。しっかりね。しっかり話し合うんよ。いつも思うけどさ、なんで話し合いの時こんな暗い部屋で話し合うの？もうちょっとなんか明るい気分になるような感じにせん？じゃないとなんかマイナスになりそうやんね。もう一度、やり直しましょう。よかったー。あれ、アダムさんの方にもついてなかったかな。もしかしてお互いに不満やったとかそういう。違う。違うからならいいんやけど。うまくいきました。よかったよかった。もう一度やり直してみようと思います。ちゃんと考え直してね。お礼にこれをあげます。はいはい。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。アダムスさえいればお金も名誉もいりません。おー、もうめっちゃやん、めっちゃ復活したやん。どう、好き？なんか微妙やね。ちょっと微妙やけど。はい、とりあえずきつねうどんでもどうぞ。でも超大好物がラーメンってことは、うどんよりもラーメン派ってことやね。おーっと、まさかの。まさかの苦手。マジか。マジか。同じ麺類でも全然違うんやね。美味しいけどな。大丈夫か、ゆうとさん。こけたよ、こけたよ。はい、それじゃあ、まなりさん、入ります。何ぼーっとしてるの？どこを眺めてるの？ごめんでよくわからないわ。そっくりさん、最近お会いしてませんでしたね。お久しぶりです。ゆうとは、結構仲がいい友達だと思っているのですが、僕とゆうのことも、どう思いますか？ゆうさん。この間お誕生日だったゆうさん、かなり楽しい、いいと思う。お、ゆうさらさんと結婚したいになってるけど、
結婚しよう結婚しようよ、ね、安心しました。プロポーズどうですかプロポーズはしませんか。人と同じなら僕がやる意味ないじゃないですか。まあね、オリジナリティ、オリジナリティは大事。はい、チャーハンどうぞ。いただきます。まあでも全く同じってことはないと思うけどね。何してもどこかしらに個性が見え隠れするはず。まあまあ美味しかった、よかったよかった。結構お腹太くなったけど、あれかな、もともとなんか食べとった、なんか入っとった気がするね。それじゃあ何がいいかな。猫レンタル券、はいどうぞ。猫が逃げていってしまわんかちょっと心配やけどこのお面で。お、あ、早速夜空さんも呼んどるやん。猫買ったんよってふみこさん燃えてる、燃えてるよ。ミネットさんときっと喧嘩をしたであろう。ふみこさんが燃えてらっしゃる。ってことはとりあえず2組喧嘩しとるところがあるってことか。あれ ?3 組じゃなかった？ 2 組？ 2 組なの？はい、それじゃあほのかちゃん入ります。さあどこと喧嘩をしてるの？あ、どことってあれか、2組やったら決まっとるか。ふふ、その金と喧嘩しました。腹が立ちます。まあほら仲直りをしよう。じゃあこのイライラを沈めてください。とりあえず柿、柿でも食べたらちょっと落ち着くんじゃないかと。うん、どうすか。あ、すごく美味しかった、よかったよかった、治ったねこれで。落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。さあちゃんと仲直りができるかな。でこれであとミネットさんとフミコさんってことよね。最悪の事態にならんかったらいいんやけど、あの二人ね、誰か仲裁に入ってくれないかしら。こちらこそごめんなさい。お、よかったよかった、一発でちゃんと仲直り。うまくいきました、よかったよかった。ありがとうございます。いえいえ、仲直りできました。よかったよ、ちゃんと仲直りができて。お、レベルアップ。はい、それじゃあ服で何かしら、何がいいかな。解禁ストールとレギンス、これで。はい、どうぞ。服、解禁ストール、レギンスをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いい感じ、いい感じ。私からのお返しです。ほいほい。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。お礼めっちゃもらえる。実用品、ミシンをもらいました。ありがとう。そっちの世界の私とも仲良くなりたいです。自分と、自分と仲良くか、なんかよくわからんけど。あれ、ここも喧嘩やった。あ、そっか、やっぱ3組あるんかはい、それじゃあちょっとあったん入ります。もう一人誰なんやろ、怒っとる人。ももう、どうした。赤花、マジで赤花さんと。腹が立ちます。なるほど、赤花さん喧嘩結構珍しくない。仲直りしよう。このイライラも沈めてください。ふんふん、はい、チョコレートでも食べて落ち着いて。いただきます。ほら、ギャバとかあるやん、ストレス社会で戦うあなたに結構美味しかった、よかったよかった。自分が落ち着きました。ふんふん、仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。あれやね、なんかあったん好物とか見よっても全部ちょっと子供っぽい感じなんよね。見た目大人っぽいのにまあ今着せとる服はちょっと子供っぽいかもしれんけど。さあちゃんと仲直りをしたね。この間はごめんなさい。間が、え、結構な間が、あ、よかったこの間にも結構なんかね、ミーによって差が出てくるもんなんかな。うまくいきました。よかったよかった。ありがとうございます。とりあえず今回みんな丸く収まったみたいでよかったね。あ、ちょっとリミちゃんはちょっと落ち込んでしまったけど。そこはあるけれど。ほいほい。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。知らない場所に一人で行くと大抵迷子になります。うん、私も同じく。
同じく、てか知っとる場所でもなんか出てくる場所が違ったり、見える方向が違ったら全然私無理ないけど迷子になる。あはモノロの冷やをしている。大丈夫か二人とも。あー火事になるよ、二人とも燃えてるし大変。あらが立つことがありました。だってね、これどうなん、ちょっとこのまま別れたりとかせんといってよ二人。見事を喧嘩しました。わかるよわかるよ、見てるよ。ものすごくあらが立ちます。まあまあほら仲直りをしてちょうだい。私は悪くないので絶対謝りません今はどうしようもなさそうです。そっとしておきましょう。なるほど、好き好きでしょ。こういう時にさあ、でもサッカー気分じゃないですって言われるんかな、やっぱりこの旅行券とか燃やされそう。え、いいんですか。行くの旅行では。楽しんでくるんかい楽しんでくるんかい。ユウトさんと行くのね。ミネタとユウトの旅行 in グアム。ユウトさんが仲裁に入ってくれたりとかせんかな。グアムの勇気です。一緒に旅行に行くぐらい仲いいけんね。いいね。写真の時ぐらいちょっとお面を外さないんすかね、せっかくの思い出が洞窟の入り口です。誰これってなりそう、後から見返して。それはね、あの写真が事故ることはないけどね目つぶったりとか。ああ楽しかった。本当に楽しかった。これお土産です。何も怖いんだけどお宝棒じろう人形をもらいました。絶対さあんな旅行楽しんどってさ、こんな怒り継続せんやろ帰ってきたら速攻で喧嘩再開したんですけど、意味がわからないわ。つら。はい、それじゃあ、おお、なんだなんだなんだ。ちょっと来てもらえますか。おうおう、あ、もしかして子供が成長した？おお、あれやね、赤花さんに似た感じやね。なるほどなるほど。この子の成長のために旅に出すか、マンションに一人暮らしさせようと思います。なんか普通の子より小さく感じるの、気のせいか。このためになるでしょうか。気のせいか。みんな子供は一定の身長？ちょっとよくわからんねえけど。でも、もうマンションに飽きでやだな。とりあえず一緒に住んでおこうか。あゆいちゃん。なんか穏やかそうな子やね。まかなさんさっきちょっと喧嘩しよったけど。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあみんなじゃんじゃん入れてって。今日は27,100円集まりました。ありがとう。さあそして昼一。誰にでもよく似合うミリタリーコートだよ。いいねいいね。リボちゃん、リボちゃんじゃないわ。リボちゃんじゃないわ。誰だったかしら。キャラメルさん。キャラメルさんはなんかきっと買わないであろう感じの服ではあるね、色的にも。はい、そして今回また歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので。見ていきたい、聞いていきたいと思います。今回はね、ソロの歌で、アスム。はい。アスムのソロでヘビメタのシックスセンス、バブレスさんが送ってきてくれました。ってことで歌ってもらおう。いいね、いいね。シックスセンスとかめっちゃかっこいいやん。ヘドバンヘドバン。素晴らしい。素晴らしい、かっこいいシックスセンス。いいね。バックダンサーもいい感じやったね、今回。はい、それじゃあミーニュースも見ていこうか。7時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。本日めいちゃん誕生日おめでたい。いいね、いいね。私のホテルで開かれたご誕生日会の模様をお送りします。うんうん。
ハッピーバースデー。みんな集まっている。はるちゃん猫耳になっとる。どうした？はるちゃん猫耳つけ出したんだけど。ハッピーバースデー。なんかあれやね、紫率高くない？おめでとう。めっちゃ高いよね。服に帽子に髪色に猫耳。青とくんだけ紫要素がない。え、めいちゃんもないんか。聞きました。産んでくれた両親に感謝ですね。誕生日が好きな人っていますよね。誕生日嫌いな人いるの？はい。むしろそっちの方がびっくりなんだけど。まあ、ある程度年齢いったらちょっとこれ以上年取ってもみたいになるんかもしれんけど、でもそれでも誕生日は楽しくないね。みんななんかお祝いしてくれて嬉しい日だと思うけれどな。なんだとしても、はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ミネットさんとふみこさんね、ちょっと誰かしら仲裁に入って仲直りをさせていただきたい。あのまま別れられたらね。せっかく2回も紹介された運命の相手なのに。